阪神タイガースが急に強くなった理由。何？周りが勝手に弱くなった。岡田のインタビュー聞いてたら理論を的確に表現できてるような、ちょっとイメージと違った。多分丸くなって昔話さなかった内容も話してんだろうな。あれだけ理論的で守備重視なのになぜか外野両翼だけは軽視する謎の監督。プロ野球って強いチーム入れ替わっていくもんやね。四球取るようになった。落ち着いて野球している。今年は中止が阪神は多くて6連戦がまだ1回しかないんだよな。それが功を奏してるのでは。その代わり終盤大変になってくるけど。まあよそが弱いってのはある。別に飛び抜けてそこまで強くない。ガチで周囲が勝手に落ちただけやな。中日以外先発ローテすらまともに帰らんとは。なんか他のチームが弱くなってるし。淡々と3連勝して淡々と2連敗してるだけ。ノイジーはまだできそうやけど、ミエセスはどうなんやろな。ロサリオぐらいの成績で終わりそうな気がする。森下、前川上げてくれよ。前の広島やヤクルトみたいな絶対的に強いチームいないってのがでかいな。ガチで今年優勝あるで。矢野先生が軸を作ったからな。ちゃんと運用してアクシデントもなけりゃ勝つやろ。周りが弱いのもある。視点取れるようになったな。阪神はもともと強いだろ。優勝できないだけで。阪神が強いより周りがいろいろありすぎるだけやろ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。